吉花香るこの時期に毎年展開される菊絵巻。3000メートルの長丁場は騎手の腕の見せ所です。いざ三冠へ、菊花賞3000メートル。まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取って11番アドマイアメイン、その内からはアペリティフ、チャオがかわしていきました。3番ソン・オブ・ウィンド、外から行こうというところ、東方アラン、インテレットがその後ろ、ミストラル・クルーズ、5番名将サムソン、アクシオン、その後ろサンバシンクライアって2対1ランク、内を通ってマルカシェンク、その外に9番ドリームパスポート。さあ前の方はどうなっているのか。アドマイアメインがレースを引っ張るようになりました。これが人気を集めているチャオです。そしてもう一頭、3番ソン・オブ・ウィンド、東方アラン、インテレットがそのうちにいます。アペリティフ下がって6番手、そしてその後ろからミストラル・クルーズ、内を通りまして5番名将サンソン、4番アクシオン、まもなく第1コーナーに差し掛かります。差が開いてマルカシェンク、それからもう一頭、8番フサイチランク、外を通りまして9番ドリームパスポート。もう一度先頭に戻りましょう。これが先頭、11番アドマイアメイン、そして1番人気のチャオ、なかなかいい感じ。その後ろでやりましょうか、ソン・オブ・ウィンド。さあ向こう流しに入りました。そのうち2番アペリティフ、そして外からは10番東方アラン、内から1頭インテレット、12番ミストラル・クルーズ、もう1頭名将サムソン、そしてその後ろからアクシオン、ちょっと離されましてマルカシェンク、その外からはフサイチランク、ドリームパスポートはしんがりから行っております。早くも第3コーナーの山の上でやりますが、流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然としてアドマイアメイン、ここにいたチャオ、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。その外、3番ソン・オブ・ウィンド、そして内からはアペリティフ、東方アランが並んでいっています。さあいよいよ三冠街道を通って、これから京都の直線、先頭行くピンクの帽子はアドマイアメイン、チャオが差を詰めてきた、ムチが飛んだ、竹豊とチャオ、アドマイアメインが抜け出した、一気に抜けた、チャオ突き放すか、さあ抜けました、チャオ、名将サムソンが2番手、5番名将サムソンが来ている、先頭竹豊とチャオ、やったやった、チャオが1着、1番チャオ三冠達成。しました。